シーンごとに英会話でよく使う表現を解説します。文末の right 何々だよね。 Put A on a table. A を出す。 Stake 褒美掛け金。 Buy A B. A に B を買う。 Use あなたたち。Rock, paper, scissors. じゃんけん。You've got more odds against one, right? Odds. 勝ち目。可能性。If one of you beat me, you'll buy your drinks. Beat. 何々を打ち負かす。Got you. 引っかかったな。英語を話せるようになりたい場合は、僕の公式 LINE で本格的な英会話の無料講義を配信しているので、下の概要欄から登録してください。解説した表現を定着させるため、この動画は繰り返し見て、聞き流し、音読などをしましょう。